オール日本319、ランウェイ5、ウインド010@8、クリアード4テイクオフ。クリアード4テイクオフ、ランウェイ5、オール日本319、パーキングブレーキリリース。テイクオフ。テイクオフ。トガプッシュ。AT、スラストホールド。V1、ローテート。V2、ポジティブ。ギアアップ。ギアアップ。皆さんこんにちは、霊夢と。うっせぇ。私だ。真面目に行こう。今日の内容は。フラシムを始めたいと思っているあなたへのアドオン紹介。2017年も終わりに近づくと同時に、元旦を迎えその日は、お年玉ですよ。わら。フラシムを始めたいけど、どうすればいろんな配信者のようにリアルにできるか、アドオンを通して紹介いたします。まずはじめに本体なのですが、有名実況者の方がすでに紹介しておりますので、参照にしてください。自分たちのところでは P3D を使っているのぜ。これから紹介するのは FSX、P3D のアドオンです。まずは、大事な機体です。私や他社様が多く用いているのはこの PMDG と呼ばれるイギリスの会社のアドオンです。737をはじめ777、747などのハイクオリティな機体を開発している会社です。このアドオンを買うときに気をつけてもらいたいのは FSX と P3D でライセンスが異なることです。737だと値段はこんな感じだぜ。777はこれ。決して安くはありませんが、見合った価値はあります。エアバス320はエアロソフトという会社のものが初心者向けです。値段も4000円ほどでお手軽です。初めての機体はこのあたりがおすすめですね。続いては空港のアドオンです。日本の主要空港は大体有料ですが、日本のテクノブレインという会社のものがおすすめです。販売してる空港はこれらです。やはり羽田は買うべき空港ですね。この会社製のものはホームページから購入可能です。次から紹介するものは、すべてシムマーケットと呼ばれるサイトで購入するものなので、それの説明をいたします。いろんなアドオンが販売されているサイトです。クレジットカードなどで購入できます。海外のサイトなのでユーロ表示です。たまにセールもしてるので注目です。では、次の空港アドオンは WCI と呼ばれる会社のものです。成田や長崎などの空港を作っていて約3,000-4,000円で購入できます。なかなか凝ったアドオンなのでおすすめだぜ。最後は PIS と呼ばれる会社のアドオンです。セントレアや長崎、チェジュなどの空港を作っています。この他にもたくさんあるから、シムマーケットで検索してみてください。続いてはフリーシーナリーです。個人で作られているものなので名前は出しませんが、函館や小松、大分などたくさんの有料同等のアドオンがありますのでググってみてください。最後にその他のアドオンです。GSX と呼ばれるグランドハンドリングのアドオンです。タラップやマーシャラー、トーイングなどあらゆることをしてくれる有能アドオンです。こちらもシムマーケットで購入可です。ここからはグラフィックを上げるアドオンなので参考までに、EMVTEX というアドオンです。雲などのグラフィックをきれいにしてくれるもので結構変わります。ざっとこれくらいのアドオンが入っていればフラシムは数千倍楽しくなります。しかし、アドオンの買いすぎは抑えましょう。沼へと一直線です。まずは、機体のアドオンを購入することをおすすめします。あと忘れていたのが、FTX です。
不得は地表のグラフィックをきれいにするもので1万くらいしますね、わら。という短編的な内容でしたけど、どうでしたでしょうか。少しでも多くの方がフラシムに興味を持ってくれると嬉しいです。内容を詰め込んだのでわからないことがあればコメ欄に質問してください。答えられる範囲でお答えします。では、この動画を締めたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。